久保さんやばいっすね。終わりますね。0時が <laughs>。今回ね、湧き出るパワーにしましょうか。湧き出るパワーの、湧き出るパワーの源。なんでここまで僕が発信できるのかっていうと、圧倒的な、うーん、圧倒的な、何やな、うん、闇ですね。圧倒的な闇ですね。なんか夢に向かってとか目標に向かってじゃなくて、 今まで溜め込んだ十何年の牢獄生活の闇のそこに溜め込んだパワーが計り知れなくて <laughs> もういくら出してもねもう無限像にパワーが出てくるっていうねまあ陰と陽なんですけどあのー、僕はねあのー、夢に向かって頑張るドリームアカデミアみたいなの作ってますけど実は一番塾長が闇を持ってるっていうね <laughs> 闇のパワーでで頑張ってるみたいな話ですねだからあのね、やっぱ、<laughs> まあ僕がもう死ぬまでいけるなと思うのは死ぬほど苦労したからですね。死ぬほど苦労したから <laughs>、うん。これは僕にしか分かんないし、まあうん、いくら言っても誰も理解できないだろうし、ちょっと分かる人がいるとするならば、まあ、共に、えー、なんだ、前の職場で働いてた人、 は、ちょっとは僕の一部は知ってるかもしれないですけど、まあ全部は知らないですね。闇を。はい、闇があるから、まあ僕、月好きなんですけど、星とかね、月って好きなんですけど、なんで星が輝けるのかっていうと、暗闇があるからなんですね。まあもうちょっとで夕方になると思いますけど、暗くならないと星って惹かれないんですよ。面白いですよね。 だからその闇があればあるほど、まあそれを転換できない人もいるんでね。あれですけど、僕は転換できるので、無限像に湧いてきますね。うん。何クソみたいなね。絶対負けたるものかと <laughs>、うん。まあ有名人でもないですしね、そもそも。だからその自己否定というか、うん、なんだろうな。まあとりあえず圧倒的なマイナスのパワーがあるので、 そのマイナスのパワーは、うん、裏を返すとプラスのパワーでもあると。なんかこのマイナスをプラスに変えられるのがあるんだったら、なんかよくね、あの1億円借りれる人は1億円稼げるみたいな、なんかよくありますけど。だからあの矢沢永吉さんのね成功法則僕好きなんですけど、このプラスとマイナスは一緒だっていうこの考え方なんですけど、 そのここのマイナスの振れ幅が大きいっていうことはプ,レスプラスの振れ幅もその比例して大きくできるとみたいなねでも何もやらなかったらゼロと何もやらなかったらゼロとだけどあのー、俺はゼロじゃ嫌だとでもマイナスが大きくても結局プラスも大きくなるから,だから矢沢行さんなんだ騙されて40億ぐらい返したのかな30億かなんか昔 あのー、騙されてなんか30億か40億のマイ借金になって、それ返したっていうね、伝説なんですけど <laughs>。矢沢永吉の成功持論、好きっすね、僕はね。永ちゃんの。あれ、しびれますね。タバコ吸いながらね、あの、し白黒で、まあ今、YouTube でもあると思うんですけど、しびれますね。あれは。うん。だからまあ、何もしなければ、プラマイゼロと。 ゼロと。ゼロのままでいいですかと。僕はゼロは嫌なんで、まあ、やっちゃえよ。2、3みたいなね <laughs>。もうやっちゃいますね。うん。どれだけマイナスになろうが、あの、やる人生の方が僕はいいと思うんで、続けますし、うん。まあこの生活を維持したいっていうのもありますしね。うん。まあ、とにかくやるのは当たり前ですし、やれる理由は圧倒的なフラストレーション、圧倒的な闇、 それが僕の根源です。うん、まあ、久保さんはね、あのー、わかんないですけどね。僕はもう闇のパワーを使ってる感じですね。闇です。はい。光じゃないです。全然光じゃないですね。闇です。いってらっしゃい。